津市ニュースの時間になりました。はじめに本日のニュース項目です。老朽化と県道整備に伴い移転改築工事を進めていた竹子場公民館がこのほど完成し、9月18日落成式を行いました。竹子場公民館の落成式では、はじめに峰達郎唐津市長が、竹子場公民館が地域コミュニティの拠点となり、健康や社会福祉の増進、生活文化の振興など有意義に活用していただきたいと挨拶し、来賓の笹山重成唐津市議会議長が、竹子場公民館がさまざまな地域活動や生涯学習の拠点になり、住民の皆さんが気軽に集える場所になることに期待していますと祝辞を述べました。このあと峰市長や笹山議長など5人がテープカットを行い、竹子場公民館の完成を祝いました。新しい竹子場公民館は鉄筋コンクリート造りの平屋建てで、およそ140人が収容できる大会議室では、社交ダンスや卓球などサークル活動などに利用できるほか、ふれあいコーナーには利用者同士がゆったりとくつろげる広いスペースや健康器具、図書コーナーなどを設けています。また竹子場公民館は災害時の避難場所にもなっていることから、折りたたみ式簡易ベッドやパーティションなどを備蓄しているほか、調理室や男女それぞれが利用できるシャワー室などもあり、万が一の災害時にも対応できる施設になっています。佐賀県立名古屋城博物館で開催中の企画展、キラ星のごとくに合わせた記念トークショーが9月18日、名古屋城博物館で行われ、女優の村井美樹さんが歴史の楽しみ方について話しました。この日は、歴史や旅好きで知られている女優の村井美樹さんが招かれ、私の歴史の楽しみ方と題して記念トークショーが行われました。トークショーでは、日本各地にある歴史スポットを訪れた際のエピソードや、好きな戦国武将として真田昌幸、加藤清正の戦い方や人となりを紹介したほか、城の門に飾りとして施されている土金具の魅力など、自身なりの歴史の楽しみ方などについて話していきました。また途中からは佐賀県立名古屋城博物館の学芸員も加わり、名古屋城に関する歴史の謎を探ったり、現在開催中の企画展の見どころについて話したりして、初めて名古屋城跡を訪れて感じた魅力を次のように紹介しました。嘘みたいって思っちゃうの、こんな華やかな文化が、ね、ずっと昔にあったんだなっていうのは、まさにこう強者どもが夢の跡っていうか、なんかそういう儚さなものを感じれて、すごく行ってよかった。現地ですか、味わえないものがたくさんありましたね。続いては唐津市からのお知らせです。子育て未来応援室からのお知らせです。未来を担う子どもたちの誕生を祝い、健やかな成長を応援するため、唐津市から唐津っ子応援ギフトを贈ります。唐津っ子応援ギフトの中身をご紹介します。カラワンくんトートバッグ、カラワンくんスタイ、カラワンくんリュックサック、お尻拭き、リップクリーム、
カロリーメイトゼリー、ハンドタオル、粉ミルクです。対象者は令和3年4月2日以降に生まれ、出生届または転入届により唐津市民になった0歳児の保護者です。唐津公園ギフトは9月21日から東城内のリンク3階子育て支援センターで配布しています。受付時間は平日の午前9時30分から午後5時30分までです。10月からは市内で開催する2ヶ月児相談会の会場でも配布します。受け取りに必要なものは母子健康手帳と対象者に事前に配布している誕生お祝いカードです。受け取り確認のために母子健康手帳にスタンプを押します。母子健康手帳がないとギフトの受け取りができませんのでご注意ください。唐津公園ギフトについて詳しくは子育て未来応援室電話 72-9151 までお尋ねください。親子で喜んで使っていただけるようなかわいいギフトを作成しましたので、多くの方にご利用いただければと思います。以上、子育て未来応援室からのお知らせでした。9月は世界アルツハイマー月間です。唐津市では認知症を身近に感じてもらう機会にしようと、現在近代図書館と旧唐津銀行を認知症を支援するシンボルカラーのオレンジ色にライトアップしています。近代図書館と旧唐津銀行では夜間認知症を支援するシンボルカラーのオレンジ色にライトアップしています。近年高齢化が進んだことで認知症患者の増加が見込まれています。そんな中、唐津市では一人一人に認知症を正しく理解してもらうことで住み慣れた地域で自分らしく暮らしていける社会づくりを目指しています。認知症は誰にでも起こりうる脳の病気の一つで、認知症の人やその家族を温かく見守り地域で支える社会づくりが望まれています。皆さん、認知症について知ることから始めてみませんか。このライトアップは24日金曜日まで行う予定で、悪天候の日は中止する場合があります。続いて市内の風景をご覧いただきます。今回は唐津市が所蔵している作品の中から唐津にゆかりのある画家とその作品を紹介する近代図書館コレクションをお送りします。初回は森徹さんです。唐津市が所蔵する美術作品を紹介するシリーズ番組近代図書館コレクション、今回は少年時代唐津市で過ごした森徹さんの絵画作品を紹介します。森さんは少年時代を唐津で過ごした唐津ゆかりの画家です。砂漠を描くことをライフワークとし、砂漠をテーマとした作品を多く手掛けました。さらに陶板壁画を手掛けたことでも知られ、唐津市近代図書館、唐津駅、旧良木の妙法寺などに今も残されています。森徹さんは1926年生まれ、少年時代に家族で唐津市佐市へ移り住みます。小説家の北方健三さんは森さんのお姉さんの息子さんにあたります。
中学時代にゴッホの絵に感動し、絵の世界に興味を持ちます。1946年に洋画界の巨匠坂本半次郎に師事、5年ほど坂本さんのもとへ通い、強く影響を受けました。独立美術協会という団体が開催している公募展、独立展を中心に作品を発表、後に会員となります。1972年にヨーロッパ、北アフリカへ旅したことをきっかけに砂漠シリーズを手掛けます。それから森さんにとって砂漠を描くことはライフワークとなりました。アフリカのサハラ砂漠やペルーの砂漠などを訪れ、砂漠をテーマとする作品を約30年にわたり描き続けました。こちらは油彩画ジュラ紀の化石、1965年制作、縦の長さが 2.5 メートルを超す200号の大作です。この作品は森さんが画家としての地位を着実に固めていった頃のものです。この時期の作品には寓意的なイメージが込められており、化石のようなもの、ゴツゴツとした鳥などを描いていました。この作品は化石を思わせる絵肌が絵の具を盛り上げることで作り上げられています。暗い朱色によって鱗のような重なりが巨大なものを形作っています。森さんは1951年に独立展に初入選、翌年以降も出品を続けます。この作品の描かれる3年前に独立展で独立賞30周年記念賞を受賞、翌年には独立美術協会の会員となりました。今回はここまで。来週も引き続き森徹さんの作品を紹介します。佐賀県宅地建物取引業協会唐津支部が新型コロナウイルス感染症対策に役立ててほしいと、9月21日市に非接触型温度計を寄付しました。市役所には佐賀県宅地建物取引業協会唐津支部の佐志山弘樹支部長など6人が訪れ、はじめに佐志山支部長から峰達郎唐津市長に非接触型温度計の目録が手渡されました。佐賀県宅地建物取引業協会唐津支部では、毎年9月23日の不動産の日に合わせフェアの開催と町の清掃活動を実施していましたが、昨年に引き続き今年も新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止することとし、日頃お世話になっている市民の健康づくりなどに役立ててもらおうと、非接触型温度計30台を市に寄付しました。峰市長は、大変貴重な温度計をありがとうございます。新型コロナウイルス感染症対策に活用させていただきますと感謝を述べました。今回寄付された非接触型温度計は、新型コロナウイルスワクチン接種会場や健康診断会場などで使用する予定です。続いては唐津市消費生活センターからのお知らせです。唐津市消費生活センターでは消費者相談を受け付けています。今回は現在寄せられている相談の事例を紹介します。
クレジットカード会社から利用した覚えがない請求があったという相談が寄せられています。相談事例としてはクレジットカード会社からの引き落としがいつもより高額だったため利用明細を確認したところ、子どもが利用したオンラインゲーム会社から複数回請求されていたというものもあります。自分に身に覚えがなくても家族が関係している可能性もありますので、念のため家族にも確認してみましょう。クレジットカード会社の調査で第三者による不正利用が分かる場合もありますが、長時間経過していると調査ができない場合があります。クレジットカードの明細書は必ず確認し、利用した覚えがない請求があれば早急に相談しましょう。不安に感じたり不審に思ったりしたときは、一人で抱え込まず相談してください。平日はここ唐津市役所本庁1階の唐津市消費生活センターで相談を受け付けています。電話番号は 73-0999。 相談は午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。ただし新規のご相談受付は午後4時30分までとなります。土曜日曜祝日は消費者ホットライン局番なし188いやーや、または佐賀県消費生活センター電話番号0952-24-0999にご相談ください。相談受付時間は午前9時から午後5時までです。思いがけないことが起きたときは、まず深呼吸、1、2、3、4、5、5つ数えて対応してください。唐津市では9月の世界アルツハイマー月間に合わせた啓発活動を9月21日市役所本庁の玄関ロビーで行い、来庁者に啓発グッズなどを配り認知症への理解を求めました。唐津市では市民に認知症を正しく理解してもらうことで、認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らしていける社会づくりを目指しています。この日は地域包括支援課の職員が認知症に関する啓発グッズやリーフレットを来庁者に手渡し、身近な病気として知ってもらう機会にしようと啓発活動を行いました。活動では認知症に関する内容を丁寧に説明したほか、何か気がかりなことがあれば一人で悩まずに気軽に相談してほしいと呼びかけました。ぜひ認知症について多くの皆様に知っていただいて、少しでも身近なこととして分かってもらったらいいかなと思っております。そして認知症になっても希望を持って楽しく笑って生活できるような、そんな唐津市になったら良いかなと思っております。認知症に関するお問い合わせは唐津市地域包括支援センター電話72-9191までお願いします。海の安全を守る海上保安官の仕事内容や水難事故に遭わない方法などについて学ぶ教室が9月22日鎮西町マダラ島のマダラ小学校で行われました。この教室は唐津市が今年7月に唐津海上保安部と結んだ包括連携協定に基づき、唐津海上保安部が初めて開いたもので、マダラ小学校の児童14人が参加しました。
このうち5、6年生には初めに海上保安官の仕事内容が巡視船や航空機を使った密漁や密輸などの犯罪の取り締まりや船で発生した火災の消火活動など警察官や消防士の役割を果たしていることなどを紹介されました。このあと児童たちは漁港に係留された巡視船いきぐもを訪れ船内を見学したほか、船内などで犯罪者を特定する指紋採取体験に挑戦しました。児童たちは初めにアルミニウムの粉をハケに付着させると瓶や空き缶に慎重に振りかけ指紋がついている場所を特定していきました。指紋が付着している場所を特定すると専用のシールに転写させ海上保安官の仕事の大変さなどを体感している様子でした。楽しかったです。指紋取りをしたところや船のところいっぱい知れたことです。初めて指紋採取して、楽しかったです。今日はいろいろな機械とかを見れて、海上保安庁の人たちがどういう仕事をしているのかとかが分かって面白かったです。続いて来週放送する番組のご案内です。27日から10月3日までの特集番組は唐津城下町跡発掘調査成果展開催記念講座発掘唐津城下町跡を放送します。講師は唐津市障害学習文化財課の酒井清晴です。放送開始時間は午後1時30分午後8時30分です。27日から10月3日までの特集番組の再放送は唐津学教室発掘調査から見えてきた谷口石切帳場跡を放送します。講師は唐津市障害学習文化財課の三浦雄二です。放送開始時間は午前9時30分深夜1時30分です。27日から10月3日までの各課からのお知らせはよかとこ再発見 in 大地を放送します。大地市民センターの職員と一緒に大地町の魅力よかとこを再発見してみませんか。放送開始時間は午前6時30分午前8時30分午前11時30分午後5時30分、午後6時30分、午後11時30分です。チャンネル唐津ではできるだけ多くの人に見ていただけるよう各番組を再放送しています。放送時間は市報唐津や市のホームページでも確認できます。ぜひご覧ください。またインターネット動画共有サービス YouTube で1週間分の唐津市ニュースをまとめて翌週に配信しています。チャンネル唐津の放送を見逃した人はぜひご覧ください。視聴するときは唐津市公式チャンネルで検索してください。お問い合わせは市政広報課までお願いします。新型コロナウイルスのワクチン接種に関するお知らせです。12歳以上の人の集団接種の予約を受け付けています。集団接種のワクチンはモデルナ製を使用します。予約は LINE またはコールセンターで受け付けています。集団接種の日程表や予約方法など詳しくはご覧のチャンネル唐津のデータ放送か市のホームページでご確認ください。ワクチンの接種予約方法の説明動画をご覧のチャンネル唐津で放送しています。詳しくはチャンネル唐津の電子番組表でご確認ください。
ファイザー製のワクチン接種を希望する人は、医療機関での個別接種をお願いします。接種できる医療機関は、ご覧のチャンネル唐津のデータ放送か、市のホームページでご確認ください。市民の皆様におかれましては、引き続き手洗いや手指消毒など、基本的な感染対策を行っていただきますようお願いします。以上、唐津市ニュースをお伝えしました。それではこれで失礼します。